少々お待ちくださいね。字幕が読み込まれてくれなくて少々手間取っております。もう少々お待ちくださいね。おいしょ。テスト、マイクのテスト中です。本日は3000人記念配信ですね。 OK。 よし、あとはこれを充電つなげながら使って。やっぱり反映されてない。なんで、どうして、なぜに。これをこうして、これでいけるはずなんだけどな。さて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 、それではお待たせしました。オープニングから始めていきましょうか。これをこうして、こうしたらうまいこといけるんじゃないかな。くっ。皆様、皆様、パ。皆様、来てくれてありがとうございます。天界第三病院へようこそ。ようこそ。来てくれてありがとう。防音室のドア閉めるの忘れとった。ちょっと待っててな。よいしょ。ありがとうございます。のいのーい、皆様来てくれてありがとうね。どうかなどうかな、エンゼさんのお声と BGM 両方とも聞こえてくれてますか。大丈夫そう。 OKOK。バッチリ、ありがとうございます。バランスも音質も平気そうですかね。さて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 さささささささしゃー。改まった回になるとやはりエンゼさん緊張してしまいますね。ありがとう。改めまして、今日ね、最初からチャット欄見ていこうかなと思います。大気ありがとう、行くよ。カイトくん大気ありがとう、ハグマくん大気ありがとう、おりょうさん大気ありがとう、ゆうくん大気ありがとう、ストロンガーくん大気ありがとう、うれくん大気ありがとう、ひーなくん大気ありがとう、トレントくん大気ありがとう、ストロンガーくんナイスパー、ハグマくんナイスパー、そしてハグマくん2度目のナイスパーですね。ストロンガーくんも後を追って2度目のナイスパーですね。皆様本当にありがとうございます。そしてサミーリンクくんも待機してくれてるね。これね、ありがとうございます。やったねやったね。お待たせしてしまって申し訳ございません。無事にね、英語の同時翻訳字幕の方も機能してくれてそうなので、本日のお企画説明、どんどんパフパフ。私、天使でナースなお姉さん、白井のエンジェのこのチャンネル、天界第三病院のチャンネルが、皆様、ここにいる皆様のおかげで、ここにいる、そしてアーカイブで見てくれている君たちの皆様のご愛顔のおかげで、ついに、チャンネル登録者様3000名を突破させていただきました。ありがとうございます。
こんばんは、おめでとうございます。ありがとう。いやー嬉しいね。お、同説&高評価2桁。嬉しすぎちゃうな。皆様、皆様、皆様のご愛顔のおかげです。ありがとう。めっちゃ嬉しい。祝3000人でございます。ありがとう。さてさてさて、さてですよ。そんな3000人の記念配信枠という位置づけの今日なんですけれども、3000人だしさ、一緒にお祝いしませんかってことで、エンジェさんね、サムネイルのところで言わせていただきました。本日は君と同じ釜の飯を食う会だとサムネイルでそう主張させていただいたんです。うわー、びっくり、ナイスショッパー、ありがとうございます。ストロンガー君から3000突破おめでとうございます。高額ナイスショッパーをいただいております。本当にありがとうございます。やったねやったね。次の作品に役立てさせていただきますよ。ありがとうナイスショッパー。そう、同じ釜、講義の意味でね、講義の非常に広大な意味で同じ釜の飯をね食べたいと、そういうお食事会的配信でございます。しかも税込み物理的にはそれ離れてるかもしんないけど、バーチャル YouTuber こと VTuber の強みってさ、どんな時にいてもどんなところで君が過ごしててもエンジェさんが画面越しに君に会いに行けることだと思うんだよね。というわけでエンジェさんね、事前にお知らせを出しておりましたね。ツイッターの方で、同じ釜の飯を食う会をするから、貴様らはドレスコードならぬドレスフードをちゃんとお肉食べようねって。お肉のね、お仕事中に今流し聞いてくれてる子なんかは、ね、お仕事中に推し活でちゃんと聞いてくれてる子なんかは、お肉の写真をね、一緒に見ながら、今日を楽しんでいきましょうというようなツイートをさせていただきました。ですのでね、用意しました、エンジェさんも。ちょっとさ、まずさ、エンジェさんのさ、これ、あげるね、ツイッターに。さあさあさあ、あ、なるほど、先ほどのナイスショッパー、登録者数3080なので、ということで3080円のナイスショッパーをいただいております。ありがとう。そう、お仕事しながら、飯テロ的配信になりますね、今日ね。さて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 、お、お、いいじゃない、コメ欄にもしっかりお肉用意してくれてる子がいますよ。あ、ディスコードのリンクがダメになってる。くっ、なんてことでしょう、なんということでしょう。かくなる上はエクスプローラーから直接こうだ、ディスコード、多分新しいバージョンはこっちだね。はよけ開いた、自分のねディスコードにね、自分で画像を送ることでパソコンでも出せるようにしてるんですよ、エンジェさんね。よいしょ。実はもう食べちったフライングが甚だしいな。お仕事しながら肉食べるより、お仕事しながら配信見る方がハードル高くない？それはそう。いいんですよ、あのワイヤレスイヤホンで頑張っていただきますから。え、本当にディスコードが開かない？エンジェさん、ディスコード越しじゃないと自分の写真見れないんですけど、なんでこういうことになるの？3000人記念なのに、なんで天はエンジェを見放すの？ディスコード、これ再起動が必要ですとか言われたらエンジェさん泣いちゃうぞ。えい、ディスコード、くー、まあ肉じゃがだけだから焼き鳥の第2幕は空いてるけど、いいじゃない。これからねエンジェさんポツポツとね話しながら、おつまみ的な感じで君たちとねご飯を食べていこうかなと思います。あの、本格的に私のディスコードが仕事をしないので、一旦お姿動かなくなっていいですかね。あの、携帯に入ってるスマートフォンにさ、写真入ってんだけどさ、そのスマートフォンでエンジェのこの表情筋を動かしてるからさ、携帯起動すると表情が動かなくなるんですよね。お体が固まるんですよね。なんでこのタイミングでディスコード死ぬの？しかも過去何回も切り抜けてきた対応策が今日に限って、くー、通用しない。なんでこれ再起動しなきゃダメ？ダメかな？直前までね、温玉作ってたからいけないのかもしれない。みんなに見せるからって思ってさ、
ちょっと彩り良くしようって変な色気出して直前まで温玉作ってたのがいけないのかもしれない。ディスコードアップデート入ってるんだ。なるほどな、なるほどな。ちなみにね、ハッシュタグエンジェルダイニングで画像送りましたって言ってくれてる子いるけど見てます。残念、君に言われる前にエンジェル見てます。残念でした。そうなんですよ、後ほどね、みんなのお写真もね、一緒に見ていきたいなと、画面上に出しながら見ていきたいなという所存なのでね、そこはまだ触れずにおきましょうね。さあさあ、おいしょ。エンジェさん、まずさ、自分の準備整ってないからさ、あ、すごいドヤ顔で固まっちゃった。自分の準備整えてから君たちのメニューに触れたいんだけど、満を持して君たちのメニューに触れたいんだけど許される？ちょっと待って近い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 で、いやー、ちょっと待って、もう非常に非常に悔しいです。思い通りにいかないね。思えばさ、11月4日ってさ、エンジェさんが YouTube に初配信をした日なんですよ。で、初配信、同節が30超えました、同節40超えました。そうやってすごいテンパって頑張って初配信したんだけどさ、エンジェさん直前まで音響確認してたのに、マイクの設定ミスって歌がね、うまいこと配信乗らなかったことあったんよ。3000人記念でも同じようなミスするなんてと思って、今エンジェさんへこんでおります。エンジェルダイニング、これもこうだ。お、君と同じ釜の飯、かっこ広い意味、講義を食う会、始まっております。ハッシュタグエンジェルダイニングで、君の釜の飯を共有してねで、どうですか？キラキラ、うん、わーいで、わーいの顔文字つけよう。オッケー。で、エンジェさんもね、自分の釜の飯を今君たちに、自分の釜の飯をいざ君たちに、はい、どうぞ。はい、皆様ね、はい、ちなみにこちらね、エンジェさんの釜の飯です。おいしょ、えいえい。ちなみにこれがエンジェの釜の飯でしょ。はい、更新。さあ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 、はい、エンジェさんね、スマートフォンからツイッター抜けて表情筋を動かしたいと思いますよ。あしゃあしゃあしゃあ、モンスン、よし、表情筋が戻りました。良きじゃないですか。玉のポンも助かる。悔しい悔しい、相変わらずだよね本当に。いやー、初期から応援してくださった君たちにね、言われるとね、エンジェさん感慨深いよ。そう、3000人のドヤ顔で固まっておりました。ドヤドドドヤーでありがとうだよ。写真あげるって発想なかったから、触れるのは正解かもしれない。本当、皆様ね、ぜひね、今の間に自分の釜の飯をエンジェさんに共有してはくれまいかね。エンジェさん、この後ひとしきり話した後ね、君たちの釜の飯をね、一緒に共有して続き合うためにね、ハッシュタグを巡回していきますから、配信内で。で、配信に君の釜の飯乗ります。精一杯、今から精一杯ね、頑張っておめかしさせてあげてくださいね、君のお肉をね。よろしく同じ、ごめんなさい、混ざりました、コメント欄見てたからね。よろしくお願いいたします。お水飲もう。よいしょ。あー、うん、ダイレクトお肉アタックでね、エンジェさんの胃袋が刺激され尽くしてて、いやー、おくら寿司で肉の寿司、おしし、君がそれツイッターに書いてた、エンジェ知ってんだかんな。まだしーし、今日の晩ご飯はシリアルです。あら、そうなの？そしたらエンジェさんが共有する釜の飯を一緒に見て、シリアルをエンジェのローストポークでいい感じに味付けしていただいて、
視覚情報からね、美味しく食べていきましょう。エンゼルダイニング、非常に極道の方々の掛け軸みたいな表記になっちゃってますね、ここのコメント欄ね。ハッシュタグエンゼルダイニング、そうひらがなでエンゼルダイニングでお願いいたしますね。エンジェさんのご飯美味しそう、ええやん、素敵やん、めちゃうまそうでっしょでっしょ。君たちに見せるからと思ってさ、ちょっとエンジェさん料理のセンスないなりに頑張ってみちゃった。温玉作ってたのさっきまでさ、ちょっと待って。そしたらこの配信画面にもエンジェの釜の飯を載せていいですかね。載せます。許可を求めてはいないです。載せます。いいじゃない。え、自分で見ても美味しそう。これおいしょ。今ね、配信画面に出して、で今ね、配信画面出すから、配信画面に出して、でね、エンジェの釜の飯のこだわりをみんなには聞いていただきたいんですよ、最初ね。あ、ちなみにこれ3000人記念配信です。忘れがちですけどね、これ3000人記念配信となっております。あの、ただのご飯品評会じゃないですからね。そこんとこね、勘違いしないように自分を戒めながらやっていく所存ですよ。はい、そしたらこの釜の飯をみんなに、ドドン、あ、超どでかい、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 どでかい。ちょっと待って、あくまでこれメインはエンジェさんなんでね、あくまでメインはエンジェさんなのでね、ちょっとね、お肉の主張が激しすぎるお肉の主張が激しすぎるんでね、どでかーい。うんうんいかがか、このぐらいでいかがか。よっしゃ、どでかお肉助かるじゃろうめっちゃ美味しそうでしょでしょ、かーいって、でっかすぎてかーいしか言えなくなってる子もおるねえ。大いに今回自慢していこうと思いますよ。これをこうじゃ、できるだけね、これをオルトでこう、これをこう、いいじゃない。良いですよ、良いですよ。こちらエンジェの釜の飯です。写真撮ったら食べていい、食べよっか、みんなで一緒にいただきます。する、みんな今ここにいらっしゃる皆様、写真撮り終わった、写真撮り終わったかな、ねえ、どうかな、どうかな。お肉さん3000人おめでとう、取って代わられた、チャンネル主取って代わらせるのやめてもらっていい。お肉が主役じゃないんだよ今日は。お肉なんてね、お肉なんてエンジェの後ろにちょっとちょこっと見えるぐらいでいいんですよ。このぐらいでエンジェの後ろにちょこっと見えるかな見えないかなぐらいでいいんです。本来お肉はなんてね、お肉美味しいですけどね、今日主役はエンジェですから、そこんとこ忘れちゃいませんか皆様。本日はエンジェの配信の3000人記念でございますからね。いや、お肉さんの吐息好き、いつも助かってます。エンジェを見ろよ誰の3000人だと思ってるん。いや、もう語彙力どこ行ったん言われちゃってますけれども、溶き卵派だからあげようか迷う出来に、いいじゃんいいじゃん、美味しいもんよね、胃に入ればみんな美味しいんだから。いやー、よしよし、お肉さん肌ツヤがいいですね。もはやお肉のこと言ってんのかエンジェのこと言ってんのかわからんようになってきた。こんばんは、3000人おめでとう、こんばんは、来てくれてありがとうございます。君のコメントめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。見つけてくれてありがとうね。記念すべき3000人突破ということで、本日同じ釜の飯を食う会をしております。さあどうじゃ、ちょっとお水を飲みますね。おいしょ。あー、お水が美味しいです。さあ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 、皆様、皆様、エンジェルダイニングのハッシュタグに皆様のお肉はどうですか、載せられましたか。皆様、皆々様方のお肉は大丈夫ですか、載せられてますかね。載せられてたらみんなでいただきますしようかね。お水えらい、水分取ってもらってありがとう。載せたい、よっしゃ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 、よっしゃしゃちょっと待って、お肉さんいつもありがとうございますって、エンジェにでしょうが、もういや大丈夫だ、よっしゃよっしゃよっしゃ、
お肉好きなんで助かる。これでアボカドとかパクチー限定だったらどうしようかと。な、昼時の OL みたいな。OL パクチー好きだよね。パクチーとアボカドとあとエビ。エビ好きですね、OL はね。さあさあさあ、うまそう、ジュルーリーしてますから、みんなでいただきますしちゃおうか。手を合わせてください。自らの前にお肉がある人はそのお肉に向き合って、自らの前に今お肉の用意がない人はエンジェのお肉と向き合って、待ってください、エンジェと向き合ってね。エンジェと向き合って、手を合わせて、いただきまーす。本日このね、勝利の食卓を囲むことができたのは皆様のおかげでございます。ありがとう、ありがとうね。ナイスアイディアもありがとう、ありがとう。お肉から目が離せません。エンジェから目を離すなよ。確認です。ハッシュタグエンジェルダイニングでポストすれば OK。 閲覧注意つけた方がいい。いいよいいよ、もう全然あのエロとグロでない限り全然大丈夫です。ハッシュタグエンジェルダイニングでお願いいたします。エンジェのお肉ってどっちだろう。深みにはまってしまいます。さあ皆様の美味しそうないただきますを聞いて、エンジェがお肉をエンジェのお肉と一緒に食べていきます。さあ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 、いかがですか、いかがですか。食べていきましょうか。エンジェルダイニング、いただきます。お、いただきます。来てくれてありがとうね。いらっしゃい、いらっしゃい。やっほやっほー。エンジェさん、本日ね、ここ右下、ここがね、今出てるこの釜の飯がエンジェの食べてる釜の飯です。釜の飯がもうあれでございますね、流通してます。エンジェさんが用意したのはローストポークです。ビーフが欲しかったんだけど、ビーフはね、売り切れててなかった。エンジェさんの生活圏内にビーフがもう売り切れててスーパー 2,3 軒はしごしたんだけどなくてさ、あのポークにしましたで、左端の方にね、チーズ好きなんでモッツァレラチーズ置いて、で、お山のね、中身は野菜になってます。やっぱりね、お肉食べるって言っても天使族ですからね、ダイエットもちゃんと両立しないと。女の子だからさ、ダイエット両立してある程度お野菜も食べながら綺麗になりつつお祝いしたいなと思って、しっかり緑も取り入れた食卓となっております。で、中心に乗ってる白と黄色のもの、こちらね、エンジェさんが割る時に中身を破ってしまった温玉になります。温玉ってさ、作るのすごい時間かかるんだね。なんかね、せっかくみんなに写真見せるからさ、温玉があったら見栄えするじゃろうって、温玉があるんだったら非常に見栄えがするじゃろうと思って温玉作り始めたのが配信の1時間半前です。1時間半あれば余裕で30分前には出来上がってさ、ね、配信30分前には出来上がって画角を調整しながらこうしてこうしてとか思ってたんですけどさ、びっくりだよね。温玉出来上がったの配信開始10分前。そっからね、いろいろこねくりしながらいろいろ頑張っておりました。しかもさ、うまく作れたと思ったのにさ、破れちゃった。割る時に破れてもうた。次回に生かしたいと思います。5000人記念配信の時はね、温玉もっと上手に作ってみせます。温玉じゃないけど電子レンジで、電子レンジで簡易目玉焼きができる。すごっ。卵を電子レンジってキンキな感じだと思ってたんですけど、キンキッシュだと思ってた。他のクランケちゃんたちのポストに比べてへこみそう。いいじゃん、美味しければええんよ。そう、実はね、ご飯じゃないんです。一口いただきましょうか。まずはね、お肉を最近ダイエットしてたからさ、こんだけお肉、お肉しいお肉を食べるの久しぶり。最近ゆで卵と納豆で生きてたから、あのね、夏に向けてね、ボディライン絞ろうと思って最近ゆで卵と納豆で生きてたんですよ。あとたまに自分へのご褒美に糖質オフのプリンとかね。いや、こんだけお肉、お肉しいお肉をお肉肉するの久しぶりで、いただきます。
パク質の味。にゃー、おいしい、肉肉しいね。タンパク質、これだよこれ。肉肉しいニコニコのエンジェさんです。にゃー、ナイス、ありがとう。めっちゃおいしい。あね、幸せそうです。幸せなんです今まさに。めっちゃおいしい、よかったね。お、いらっしゃい、お祝いに来てくれてありがとう。いや、めちゃくちゃおいしい。久しぶりのお肉いいですね。ちょっと野菜も食べていい？よいしょ。あんね、下に敷いてるのはね、サニーレタス。あーん、まんま。めっちゃもぐもぐしてます。聞こえるかな、野菜のシャキシャキしてる音。あーん、うん。とても美味しい。聞こえる、よしよしよし、かすかに。お野菜シャキシャキ中でございます。非常に美味しい。うん、お野菜をさ、本日中に盛らせた、盛り付けたのには意味があってさ、ダイエット中だからお野菜で栄養素っていう意味もあるんよ、当然ね。なんだけどさ、一番は罪悪感に対する特効薬なんですよね。なんかあるじゃん、お肉食べたけど一駅分飲み会帰りに歩いたらチャラみたいな、そういうね、小賢しい気持ちでサラダを入れてる。ASMR マイクなら鮮明説。今度やってみるか。あー、びっくりびっくりびっくりです。 C さん、お久しぶり。突破祝いいただきました。ナイスパー、ありがとうございます。ありがとう、やったねやったね、やった、お祝いたくさんいただいちゃったよ。やったやった。今はね、同じ釜の飯を皆様で食べようということでね、共有しながらのお食事会となっております。そう、お肉に対する罪悪感の特効薬はね、小賢しいですけど、サラダでございます。サラダ食べたら全部0キロカロリーだからね。一番の栄養素はきちんととってます。我エンゼルホリックス、いいですね。模範患者でございます。ハンバーガーに野菜入ってるから大丈夫って言ってるアメリカ人の画像を思い出した。いや、言うてしまえばね、牛とか豚さんとかだってさ、牛さん、豚さん、お馬さん、そういった動物だってもともとは植物を食べて成長してるんですから、それってつまり野菜じゃない？そうだよね。だってフライドポテトも芋だから野菜でしょ。でさ、んでさ、そのさ、牛とか豚とか鶏とかもさ、元はお野菜を食べて育ってるんだから、言うたらそれお野菜ってことですよ。いやでも、そんなとんでも理論でさ、ごまかせるのなんて自分のマインドだけであってさ、カロリーにはしっかり乗ってくるんよね。自分の体組成は着実に変化していくから、あんまり甘えたことばっかり言ってられないのも事実。アメリカに限らず、ユーロでも畑から取れるものは全部野菜って考えだから、平気平気、いけるいけるって。その理論は胃袋の消化中の野菜一緒に食わんとダメやで。確かに、それは確かにいけないかもしれない。だいたい青いものは野菜、いいやんか。ブルーチーズも野菜ですね、その論法でいくと。肉食獣はその辺で食物繊維取ってるとかなんとか。へえ、そっか、人間ってさ、雑食だからさ、野菜もお肉も食べるけど、肉食獣って野菜が食べれないわけだからね。なるほどなるほど。草食獣が胃袋の中である程度消化してくれた消化途中の野菜を食べてるってことなんだろうね。なんか一つ知見が広がりましたけれども、さあ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 、エンジェさんね、3000人記念ということで、皆様と美味しく美味しく同じ釜の飯をつつき合い、5000人までもう一息頑張るぞっていう、そういう決起集会的お食事会をしておりますが、みんなの釜の飯も共有したいよね。ねえねえ、みんなの釜の飯も共有したくないですか？エンジェはしたい。というわけで、つつき合うのは鍋では？
はっ、ははあ、いいんだよ、いいじゃんか、同じ釜の飯を食らおうじゃないの。釜の中のご飯つつくかな、しゃもじでよそってあげてほしい感じはありますね。ちなみに肉食獣は草食獣の内臓も全部食べるのでビタミンとかも取れる。へえ、そうなんだ、おもろい。ちなみににゃんこが観葉植物とかガジガジするのも食物繊維取ってる説らしいですね。猫草とかすごい有用じゃない。大豆系の食べ物もね、畑の肉なんて言われてますからね。お米ツンツン、鍋は闇鍋になる恐れがあった。エンジェさん闇鍋作るの非常に得意ですから、詳しくは過去の配信のアーカイブ闇鍋人狼というゲームをねご覧くださいね。さてさてさて、エンジェさんね、準備をしております。皆様のねあげてくれたハッシュタグエンジェルダイニング、ハッシュタグエンジェルダイニングで皆様がねどんなお食事を今エンジェと一緒に食べてくれてるのか一緒に見ていきたいと思います。じゃあ一番ね最新じゃない、一番ね早かった人から早い順にねご紹介していきましょうかね。ほうほうほう、ええいいないいな、これはちょっと待っててね。これはもうエンジェさんのブラウザを出した方が早いか。いやーいいですねブラウザ。トゥ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 、よいしょ、エンジェルダイニングをこうして、よいしょ、どうしようかな、ちょっと待っててね、今はあれだからね出してるからね、よいしょ、これをこうして画像で出せばいいのかな。ねえねえねえ、みんなのさツイートスクリーンショットで出してもいいですか。出すね。もう出してもいいですかじゃなくて出すねっていう完結した表明なんですけど、お伺いとかじゃなくてこれはもう表明なんですけどね。おいしょ、いいよ、ありがとう、やったね、鼻歌タスカルラスカルマダガスカール。エンジェさん基本的には陽気な女ですからね。ね、今ねもしかしたらねエンジェさんのシチュエーションボイスを聞いてね、エンジェさんのシチュエーションボイスを聞いてここに来てくれたっていう子いるかもしれない、いるかもしれないんですけど、エンジェさん割とねヒャッハーハイテンションな女でございますから、こうじゃこう、あちっちゃい。エンジェさん用に大きさ調整したらすごいことになっちゃった。くっくっ、これはもうかくなる上はあれでしょうね、もう一回画像を出す、これをこうしてこうじゃ、そしてこれをこう、いいじゃないですか、さあ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 、良いじゃないですか。本日のディナーはくら寿司の肉寿司と、デザートにはフフローのキャラメルプリンタルトです。いな、宴の準備は万全だぜ、ヒャッハー、ということで、いいじゃないいいじゃない、くら寿司で肉寿司売ってるんだ、いいな。でしかもさ、これカルビ、ちょっと待って、この画像もいただきますわね、おいしょ、これをカルビ、え、保存、エンジェさん今カルビ保存したから、このもう出てる画像を変えていくのではなく、このもう出ている既存の画像を変えていくのではなく、どんどん新規に出していく方式にすればいいんですよ。エンジェさんは気がつきました。どんどんね、新規に出していく方式にしましょうね。既存の画像を変えていくからこういうことになるんだろうね。はぁ、びっくり。ナイスショッパー、ありがとう。いやー、ありがとうございます。くら寿司って今ね、めちゃくちゃ、肉寿司の、あれ?くら寿司で肉寿司買えるっていうのにエンジェさんめちゃくちゃ興味を惹かれております。忘却の彼方へ皆様行かせていただいて、本当に本当に、なんで
3000人の記念なのに普段やらないポミスをポカミスをしてしまうんでしょうね。申し訳ない。いやなんかさ、カルビみたいなのもあってミートボールもあってめっちゃお肉じゃんって、お肉いいねって言おうとしたんやけど握りにカルビとかトントロとかあるのですよ。トントロもあんの？すごい。なんかカルビとかさ、そこら辺って結構メジャーな感じするけど、トントロまで握ってくれるのめっちゃいいですね。いいないいな、今度肉寿司食べたいな。いいな、ローストビーフもいいけど肉寿司も食べたい。ちょっとチーズ食べよう、こっち分のチーズ。あー、うまっ、モッツァレラめっちゃ美味しい。いいな、肉寿司良いですね。そしてさらに言うとね、ケーキのキャラメルプリンタルトも食べれるっていうことだから、今画像出しますね。これをこう、さあエンジェさん、同じ過ちは二度繰り返さない女です。新規に画像を出してこうですね。これをこう、いいじゃない。私ね、フロのキャラメルプリンタルトめっちゃ好きなんですよ。ものすごく好きなんです。すごくさ、お値段手軽なのにしっかり美味しいじゃない。私の実家の近くにもフロがあってさ、結構主要駅、駅のデパ地下なんかにあったりするよね。すごくリーズナブルなのにすっごく美味しくってね、お母さんと一緒にね、ちょっと今日エンジェさん頑張ったからって、授業参観頑張ったから何か買って帰っちゃろって言って買ってもらって帰ったりした思い出がありますね。意外とお肉と酢飯と合う。へえ、酢飯と肉意外だよね。新宿に3000円くらいで肉寿司食べれる居酒屋もあるのでおすすめです。3000円で肉寿司？そうなの？少なくとも万超えるイメージだった、お店で食べる肉寿司って。いいないいな、新宿良きだね。エンジェさんが風呂好きって聞いたので覚えてくれてたの？めっちゃ嬉しい。そうなんですよ、思い出の思い出のところでございます。キャラメルプリンタルト大好き。エンジェさんね、ケーキも大好きなんだけど、ケーキとタルトどっちが好きって言われたらタルトが好きなの。でもね、ケーキの中で普通のケーキとシフォンケーキどっちが好きって言われたらシフォンケーキ。生地感のあるお菓子がすごく好きなんですよね。これはエンジェさんのイメージにも通じるスイーツね。スノーホワイトって感じがしていいな、いいな。え、お気に入りのお寿司屋さんには鴨肉のお寿司ある、すごくない？鴨肉のお寿司あるんすごいな。そもそもエンジェさん、鴨を食べたことがないかもしれない。誰だ今、エンジェさん自身が鴨だろって言った。誰だエンジェさん自身が鴨だろって言ったの誰だ？確かに断りきれなくて家にウォーターサーバー3台あったことあるけど、違うぞ、エンジェさんは鴨ではないんだぞ。さあさあさあ、いいじゃないですか、初っ端からとてもいいエンジェルダイニングを見せていただきましたね。3000円食べ放題めっちゃいい。近所のモールに店舗が入ってる。あ、そうなんだ、いいね。広がれフロノは鴨肉寿司絶対美味しいよね。スモークとかそばとかで食べる機会は結構ある。鴨そば、鴨そば食べてみたいね。白状しない、やそんなに切り詰めないでよ。ネギに鴨しょってきてもらおう。ネギの自由意志尊重しすぎじゃない？鴨にネギしょってきてもらうんやろ。エンジェさん自身が鴨だろう、言うな言うんだ何そのAPって惹かれてますけど、そうなんです、エンジェさん、そんなことが。さて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 、おっと、これはネット引用だ。肉じゃがをね、召し上がったクロケちゃんいらっしゃるみたいです。なるほどなるほど、実はここにも、ここにね、来てくれてるこのツイートでございますね。トルマーに食べきっちゃったから画像だけ、ネット引用だけど肉じゃがということで、エンゼルダイニングいただいております、ありがとう。肉じゃがもいいよね。みんなさ、肉じゃがの肉って何肉？これ結構派閥分かれると思うんですよね。肉じゃが、肉じゃが、ネット引用、あのエンジェさんね、著作権を、そこの権利元をね知らないから今画面には出せないんですけど、肉じゃがの肉何使いますか？エンジェさんのところはね、鶏と豚の混合なの。
鶏もものちっちゃめのさいの目と豚こま肉の混合。友達のところは鶏だけとか豚だけとかはたまた牛だけとかあるんですけど、うちんちはね違うんですよ。鶏肉と豚こまの混合。なんかねお肉が2種類あるだけで総量自体は変わってないはずなのになんだか楽しいんですよね。ほうほう、豚肉、その時に特売してる肉、動物の肉、牛、いやめちゃくちゃ種類豊富だったけど4分の2は様子がおかしいな。お、豚肉かな牛かな、あ、鶏肉派あんまりいないんだもしかして。いやお、豚肉派ね、ポンをした張本人が豚肉派でございますけれども、豚こまいいよね。エンテさん、生姜焼きも豚こまで作るタイプ？豚こまの味のしみしみ具合はな、飛ぶぞ。 DNA に素早くうまさが届く。豚肉派、やっぱ豚肉派多いね。鶏はパサパサしちゃうってイメージ、確かに加熱の具合が難しい感じはあるよね鶏はね。でもね、うまいこと加熱するとプリンプリンで美味しいんだ。これが4分の2って半分半分、約半数がね様子おかしい、何かしらの肉で手を打ってる。でもさ、その時に特売してる肉とか結構エンゼもやりますね。何かその時安かったからとりあえずこれをメインに献立組み立てようとかはものすごくあります。もしかして結構自炊する子なのかもしれないね。カレーではよく鶏豚混合したりします。わかる、エンゼも鶏豚混合にあんまりあれ嫌悪感がないタイプ。混合肉にね全然偏見のないタイプだから鶏と豚全然合わせますね。なんか友達の中にはこの料理にはこの肉じゃなきゃダメだっていう子結構多いんですけど、エンジさんそこら辺自由なお家で育ちましたから。すき焼きは豚と牛派、エンジはねすき焼きを食べたことがない派。そうなんです、私ね2100年生きてるんですけどすき焼きを食べたことがないんですよね。強いて言うのであればさ、給食のすき焼き風なんちゃら肉そばとかさ、しゃぶ用のさ、すき焼き風のだしっていうのかな、あれなら食べたことある。聞いてるで、そうだからさ、すき焼き、本物のすき焼きを食べてみたいよね。溶き卵にくぐらせてお肉食べたりするんでしょ。すき焼きの味好き、うどんがいい汁吸ってる、締めうどん派か、いいね。雑炊派とうどん派、熾烈な戦いを繰り広げてるらしいという噂だけは聞いてますよ。エンジェさんに美味しいすき焼き食べさせてあげたい。いつかね君たちの再生で美味しいすき焼きを食べるから、エンジェは10万登録とか言ったらさ、きっとさ再生してもらった広告収益だけとかでさ、多分すき焼き食べれるぐらいにはなるんじゃないの。将来的にはね、君のお金かっこ抗議で、抗議の意味で君のお金ですき焼きを食べる女になるんでね、美味しいすき焼き食べましょうね、みんなでね。さあ、いいじゃないですか。そして3つ目のエンジェルダイニングは私自身の投稿。この右下のがエンジェさん自身が食べているお肉でございます。そして次、今日の晩ご飯はシリアルで許してくださいということでね、なるほど、今日はねなかなかちょっと胃の調子が悪かったみたいですね。なかなか、実はこの子ね、エンジェさんの配信に結構ね顔を出してはエンジェさんの ASMR の配信聞いて、今日もゆっくり眠れそうです、エンジェさんの配信聞きながら今日もちゃんと晩ご飯を食べることができました、そういう風にね言ってくれる子なんですよ。なのでちゃんとねご飯が食べれているということを知って、エンジェさんは非常に今君の食卓を見てね嬉しく思っております。ごめんなさい、正当化しました、エンジェの責任です、申し訳ないです。本日はねアーカイブ免言にしようかねものすごく外文悪い3000人の記念配信だって言ってんのにアーカイブ免言でしか見れないようにするの、ものすごく外文が悪いです3000人記念だって言ってんのに免言でアーカイブはちょっとね感謝がなってない、それはね感謝がなってなさすぎるロム線のみんなの力もね
しっかり乗ってこその3000という数字なのに、それは感謝がなってなさすぎるので、エンジェさん後々ね、ちまちまとアーカイブの途中カット作業を頑張りたいと思います。あー、お水おいしい。あ、さて本日はね、こちらの方シリアルチョコバナナ味ということでね、心にエンジェのミートを持っていただく形で決着とさせております。食べやすくて甘い、そして高エネルギー高栄養価、体調悪い時はありがたいですね。わかる。なんかさ、体が何も受け付けない時ってさ、結局シリアルに落ち着いたりする。シリアルとね、あと牛乳、牛乳自体が結構栄養価高いイメージありますからね。でもまあ飲みすぎるとお腹壊しちゃうから、適度に適度にいこう。あと私、体調悪い時何食べるかな。スポドリ飲む？スポドリ飲みますね。スポドリをお水と2対1、いや 半分だな。お水とスポドリ1対1ぐらいで割って飲むのがエンジェのね、体調悪い時流でございます。乳糖不耐症の人もいますからね、それそれ。こんばんは、こんばんは。君のコメントいつも楽しく見させてます。見ただいて、噛みました。君のコメントね、いつも嬉しくハートつけさせていただいておりますよ。ありがとう。作業とかもしてて、エンジェさんのポンコツ見逃したぜ。いいんだよ、エンジェさんのポンコツなんかで見ない方がいいんだねえ。チョコもキャラメルも栄養価高いしね、甘いのはいいぞ、糖分は良いぞ。さてさてさて、次はお、いいじゃない。次のクランケちゃんのエンジェルダイニング覗いていきましょうか。えいえい。次のクランケちゃんはこちら。えいしょえいしょ。ちょっと待っててくださいね。君の画像を保存してるからね。えいえい。削除して。トゥン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 トゥ。こちらの画像を出します。えい。これをこう。ドゥーン。おいしょ。いいじゃないですか。エンジェルダイニング、ケンタッキーフライドチキンですね。ケンタッキーフライドチキン、非常に肉肉しいメニューでございます。3000人記念のエンジェルダイニング、ドレスフードはお肉でございましたから、これ以上ない感じのお肉、肉肉しい肉を持ってきてくれました。肉寿司とかね、非常にオシャンティーな文化の香りを感じさせる肉でございましたけれども、ケンタッキーフライドチキン、これほどね、生命の根源を揺さぶる肉ってないですよ。肉、しかも揚げてある、油で揚げてある、タンパク質と脂質の塊、この肉、揚げた肉、いいじゃない。非常にとてもエンジェさん美味しそうだなと思っております。ケンタッキーも悩みました。わかる、いいよね、ケンタッキーフライドチキン。エンジェさんはね、ケンタッキーさ、子供の頃にね、お父さんが買ってきた記憶があって、あの時すっごく美味しかった記憶があるの。ものすごく美味しくって、肉汁じゅわじゅわプリプリでさ、むしゃむしゃうんまーって感じの記憶があったので、大人になってさ、数年前にね、自分の経済力で腹いっぱいのケンタッキーを抱え込んで食べてやろうって、数年前にさ、就職して1年経ったぐらいの冬にさ、行ってみたんです、ケンタッキーフライドチキン。で買ってみたんだけどさ、見事に食べづらい部位ばっか当たって、なんていうの、リブっていうの、ケンタッキーのお肉ってだいたい4つぐらいの部位があるんですよね。でドラムとかサイとかリブ、肋骨あたりとか、その4つの種類の中があって、食べやすさもおのおの違います。でその種類選べるわけじゃないんだよ、消費者側が。ランダムで入れられんので、エンジェさんさ、奮発してさ、3つぐらい買ったんよ、自分に食べきれる最大限の量買ったの、クリスマスに。なんだけど全部ものの見事に、あの肋骨みたいなのがついてる、ものすごくあの食べづらい、前歯むき出さないと食べれない感じのあの部位が来てさ、しかもあの美味しかった、すごく美味しかったんだけど、もうちょっと油欲しかったんな。あれなのね、あの肉汁じゅわじゅわの油でプリンプリンの
いざチキンみたいな、ああいう分かりやすいチキンって別の部位みたいですね。ドラムとかが結構美味しいらしい。ドラムなんだけど非常にヘルシー、あっさり、さっぱりな部位が3つ入れられてきてさ、エンジさんその時にね、あの子供の頃の美化された思い出のケンタッキーフライドチキンから目が覚めてしまって、それ以来あんまりいけてないんだよね。もう一回やったら美味しいやつ来るかな。子供の頃に食べて美味しかったものってさ、美化される感じあるよね。大人になって、食べてみたらあんまり、まあこんぐらいかって思ったりして。ワタパチのさ駄菓子とか、水に溶かすとジュースになるメロンソーダの粉とかさ、ああいうの子供の頃なんか大好きだったの。なんだけど大人になっていざ手出してみると、ああまあまあ美味しいね、うん、まあ美味しいよね、こんぐらいだよねみたいになっちゃってさ、そんな自分が嫌だったりして何の話だっけこれそう、ケンタッキーフライドチキンね、あの数百年越しにケンタッキーフライドチキン、自分が稼いだ大人の財力に物を言わせて買ってみたら部位が悪かった話でした。いや、ケンタッキーフライドチキン、とても良いエンジェルダイニングを見せていただきました、ありがとう。えい、こうじゃ、そう、舌が超えてきてるのかもしれないね。ケンタッキーで脂っこいってクレーム入れてるおばちゃんいた。おばちゃん行く店間違っとるわ、それ。もう水炊きのお店とかに行った方がいい、それは。3つとも食べづらい部位は逆に強運。確かにそうかも。エンジさん持ってる女だってところをそこで証明してしまったかもしれない。油えぐくて手が沈んでいったことある。そこまでの油欲しかったよ、エンジさん。若いんだからまだ。3連プリンとか1回で食ってやるからの2個目でラストは明日になる。わかる。最初のさ、食べたい量とさ、食べられる量って違ってさ、でさらに食べられる量と美味しく食べられる量って違うよね。3段階あると思うんです。食べたい量、食べられる量、美味しく食べられる量。エンジェさん、お寿司が大好きなのでね、回転寿司屋さんで毎回それに悩まされたりしております。お父さんが買ってきてくれたのもあるのでは。あるわ、多分それもあるわ。お父さんがさ、普段お仕事ばっかのお父さんがほらって言って家族サービスで買ってきてくれる、あれのシチュエーション的美味しさも含まれてたのかもね、エンジェさんのケンタッキーは。大人になっての夢はエンジェさんの手料理屋で、叶わぬ夢なのは知ってる。エンジェさんの手料理やっちゃう？手料理配信しちゃう？いいですね。エンジェさん非常に男の料理をする天使と有名でございますから、界隈ではね。どこの界隈って話だけど、エンジェさんの料理非常に大雑把ですよ。肉ね、一度ね配信でハヤシライス作ったことあるんですけど、阿鼻叫喚でしたね皆さんね。やめてくれ、もうやめてくれ、ハヤシライスに対する冒涜とかコメントが流れてきたりして、そこまでかと思ってエンジェさんはムキになって反論してましたけど、いつかやってみたいですね、エンジェさんの思うままに進んでいく男の手料理的クッキング配信。エンジェさんの手料理気になる、本当に。エンジェさんの手の煮込みとかか、エンジェさん本人が食材となってしまいましたね。三蔵法師みたいな感じで行くのやめてもらえるかな。あの西遊記のね、三蔵法師なんて有名なお坊さんいましたけれども、結局彼は自分自身が三蔵法師という有名なお経、人々を救うお経に自分自身がなることで人の世を救うことになるんだと、そういう結末をね、あの受け入れる感じの展開になるんですけれども、どうにか皆様そこからね、孫悟空のように私を救い出してほしいところでございます。料理勝負とかも楽しそうだね。みんなとさ、エンジェでさ、同じ具材買ってきて、同じ具材でみんなで作って、今日みたいにハッシュタグで披露し合うの。ハヤシライス好き、美味しいよ。看護師さんの手のたたき、やったろか、やったろか、やったたっていいんだぞ、エンジェさんは。だいつだってねえ、ちょっとエモい話でエンジェさん心がプルプルしてきたから、お肉を追加していいですか、ローストポークを。あー、いただきます。大口を開けて食らいつきます。なんてたって今日だけはダイエットしなくていい日って決めてるからね。あー、
もぐもぐ。はあ、うま。うましい。非常に美味しいです。ティッシュを取ろうね。おいしょ。はあ、幸せ。久しぶりです。明日からまたダイエット頑張るからね。明日から明日から。とても良きでございます。俺の料理ってゲームがある。え、めっちゃ気になりますね。コメント欄で幸せそう、幸せそうで。幸せなら手を叩こう。パンパンでな。エンジェさん拍手しちゃう。にゃー、いいですね。チートデイちゃんですよ。もうまさにチートデイちゃん。ティッシュ食べるかと思った。見境がないな。せめて鼻セレブぐらいならいけるかもしれんけど、スコッティは、無印のスコッティはちょっと、あれかもしれん。明日っていつになるんだろう。俺が日付変更戦だ。いいんだよ。細かいことは気にすんな。細けいこと気にしてんじゃねえよ。俺が日付変更戦なんだ。私が明日って言ったら明日だし、私が今日だったら今日なんだよ。ついてこい、野郎ども。あー。うまっ。ああ、ティッシュ素揚げして食った。どこのコロ先生かな。いや、エンゼってそういうとこあるよね。そう、私が基準です。物どもついてこい。私が日付変更戦だ。あいあいさー。よっしゃよっしゃよっしゃ。従順なクランケちゃんですね。今度ケンタッキーボリボリ ASMR してほしい。確実にうまく身が剥がせなくてあーってなる演者さんの声入るけどいい。あのリブのあたりの骨と骨の隙間の間のお肉がもったいなくてうーってなってフォークでこそげとる演者さんの音が、フォークとお皿がカツカツ言う音入るけどいい。その ASMR。 イエスマームってな。あらほらさっさー。もうコメント欄が10人十色で非常に嬉しいですね。逆にいい。スペアリブ焼いてあげたい。スペアリブも食べたことない。食べてみたいね。子供の頃食卓に上がらなかった料理ってさ、大人になってもあんまり食べなくない？なんか馴染みがないから自炊レパートリーにそもそも入らないって感じがありますね。エンジェさん ASMR。 鳥のくせに生意気な。ケンタッキーフライドチキン VS 白井のエンジェ、やるか。やりましょうかね。ジンギスカンもいいね。ジンギスカンまた食べたいな。ラムチョップも食べたい。ちなみにさっき言ってた俺の料理ってゲームはプレステでできるらしいですね。エンジェさん流男のハヤシライスとか作っちゃおうか。わいし、肉焼くのは得意。いいな。今日のメニューも非常に非常に良きでございますね。おお、次のエンジェルダイニング、次のエンジェルタイミング、タイミング、はい、よいしょ。エンジェルダイニングはこちら。エンジェさん、画像を今保存しておりますよ。リアルタイムでやろうとするとあれなんだね、時間がかかるんだね。今度はね、事前にあれしておこうと思います。今度こういう企画をやる際はね、事前に画像を用意しておこうと思います。学びですね。よいしょ。リアルタイム性にこだわりすぎたわ。おいしょ。こう。そして画像の大きさを調整して、こう。ローソンのつくね、前におすすめしたやつ。そうそうそう。前ね、ASMR 配信の時にね、ローソンのつくねをおすすめしてもらったんですよ。話の流れがちゃんとあってん。その時はな、ちゃんと話の流れがあった上で、ローソンのつくねね、みんなでさ、美味しいコンビニのご飯あげてってよみたいな話の流れがあって、それでおすすめしてもらったやつなんですよ。エンジェもね、食べた。食べたよ。この前ね、VTuber 仲間ととある町に繰り出したんです。その時にね、家帰る時に食べた。めちゃ美味しかったよ。ファミマの山賊焼きと鶏皮タレ、絶対美味しいやついよな。タレいいよね。つくねにポン酢とレモンは合う。大人になるとさ、つくねのポン酢、つくねのレモン、唐揚げのレモンとかさ、そこら辺の
子供の頃絶対いらんやろこれって思ってたアクセントの存在感に気づく。子供の頃は絶対さ、レモン乗せないでほしかったの。レモンの隣に唐揚げ置かないでほしいし、唐揚げの隣にレモン置かないでほしかったの。レモンの味が嫌おうなしに映るから。求めてもないのにレモンの味が映るから。子供の頃はね、唐揚げの隣にレモンなんて絶対置かないでほしかったし、スライスされたレモンが唐揚げの上にベテってベテポトベチョって乗ってるのなんか言語道断だったんですよ。なんだけど、自立して一人暮らししてうん百年ですか、唐揚げのレモンないとダメだね。もうね、もうダメだね、唐揚げのレモンないとね。あれがあるだけでね、翌日の胃もたれが違うね。本当に学生の頃は運動部だったからさ、唐揚げ5つ食べるとか言って食堂で行きまいてたんですけど、今も全然2個でいい、全然2個でいいし、そのうち1つにはレモン汁かけていい。全然ね、全然もう年の流れをね感じてしまって、もう一人暮らしして数百年は経ちますけど、唐揚げのレモン問題に終止符が打たれてしまったのが悲しくて悲しくて。あと大葉のさ、シソとか大葉の乗ってるささみ巻き、あれもね、大葉いらん、シソいらんって思ってたのに、大葉シソ美味しいね。シソと大葉の一緒に巻かれてるささみ美味しいね。もう子供と大人の味覚の違いって本当にあるんだなって自分が身をもって体験してしまって悲しくなってます。唐揚げ丼で追加で増やせる店好き。わかる、ちょっとプラスできるやつね、1個50円ぐらいで増やせる。ポン酢と大根おろしで食べる肉は最高、絶対美味しいじゃん。さっぱりいきたいですね。もうレモンなしじゃダメな体になってんのよ私も。本当に必要不可欠でございます。皆様いい感じに、いい感じにね、エンジェさんに同調してくれてますけど、そうなんよ、大人になるとやっぱそうなんだって。飲み会のレモンかけるのは幹事の仕事、嫌われ役をね買って出てあげないと。元からレモンある方が風味があって好きだった。マジで本当にめちゃくちゃ大人な味覚してるね。そう、ささみにシソとかね本当に美味しいんよ。野菜が美味しいという衝撃を受けた成長期の終わり。大人と子供のさ違いってさ、多分野菜が美味しいか美味しくないかなのかもしれないね。ささみに大葉が欲しくなるか否か、唐揚げにレモンが欲しくなるか否か、カレーに福神漬けが欲しくなるか否かだと思ってるエンゼはもう、シソ大葉ささみチーズカツ週一で食べてる、絶対美味しいやつじゃん。シソ大葉いいよね。なんか練り梅が入ってんのも好き。あれ間に練り梅がちょこっとさサンドされてるささみも好きです。じゃあエンジェさんの食事に全部レモンかけときますね。おっと、それは話が変わってくる、それは話が変わってくるぞ。やだな、レモン汁かけられて一番嫌なメニューってなんだろう。パンとかかな、クロワッサンとかにレモン汁は怒るかもしれない。その子のいいところ全部台無しにしてる料理は怒るかもしれん。夢ならばどれだけ良かったでしょう、どれほどでは。そこはしっかりはめに来てくれよ。レモンかけるだけのお仕事時給850円、そんなはずがないだろう。そんな甘い話があるわけない。レモンかけてエンジェさんのお口にあーんって運んで、エンジェさんのお口の端からテリってなんか垂れたらグッて優しく拭ってあげるまでが時給850円の最低ラインですね。レモンかけるだけで850円もらえると思うなよ。850円大金ですからね。白米にレモンドーン、舐めてんのか。白米にレモンドーンは非常に舐め腐ってますね。梅肉、梅肉を叩いたもの、日本酒に合う。わかる、もう梅美味しいよ大人になってから。白米にポン酢ならワンチャンいけないって、シャビシャビでしかも酸っぱいんだよ、無理だって。チーズケーキにかけるとうまい、そうなの。チーズケーキとレモン、確かに親和性ありそうだね。飲食店のレモン入ってるお冷や好き。わかる、レモン酢いいよね。パン屋さんのさ、イートインスペースに置いてあるセルフサービスのお冷やがレモン水とかだったりすると、エンジェさんはテンション爆上がりします。酔ったところを解放したらいくらプラスされますか。
時給1200円あげちゃう。はっ、それで850円ももらえるの。人によってこの仕事に対するね、苦労の度合いが違うことが今コメント欄で分かりました。牛乳にレモンが台無しっていうか、酸性アルカリ性、いや中性になってしまいますね。確かね、レモンが酸性、牛乳がアルカリ性なんですよね。しかもさ、レモンと牛乳合わせるとなんか凝固せんっけ、凝固してしまわないっけ。あー、びっくり。今日も今日とて、エンジェさんのおかげで晩ご飯が食べられました。ありがとうございます。こちらこそありがとう、ゆうくん、ナイスシュッパー。天下一品のお冷やにもレモン水入ってたのを思い出しました。天一に、天下の一品、天下の天一にレモン水、いいじゃない、なんかおしゃれですね。天一も女性受けを気にするようになったんでしょうか。固まるよね。そうよね、レモンと牛乳はね。紅茶にレモンを入れると色が薄くなる。そうなんだ。なんかバタフライピーとかいう紅茶はさ、その pH によって色がどうのこうのみたいなのは聞くけど、中性、満腹でお眠やね。そんなに中が欲しいんか。んもう欲しがりなんだから。ナイスショッパー、ありがとう。いいですね、いいですね。蜂蜜を入れると紅茶が濃くなる。そうなんだ、そうなんだ、いいないいな。エンジェさん、蜂蜜で紅茶好きなんだよね。なんか蜂蜜を何か飲料水に入れるのが好き、そもそも。エンジェさんさ、自分でスムージーを作ってたりする日もあったわけですよ。そういう時は牛乳を凍らせたブロックと、牛乳とバナナと、あといちごとかベリーのベリー系と、あとあれを出してました、蜂蜜を入れて、あとヨーグルト、結構いろいろ入れてね、混ぜるのが好きでしたね。スムージーって意外と奥が深いんですよ。そしてそして、さあ次のエンジェルダイニング、こちらです。あ、どでかい、毎回毎回どでかい、おいしょ、いいじゃないですか。これでもチーズネギ玉牛カルビ丼特盛りです。いいじゃない、いいじゃない。大人になるとね、この上に乗ってる紅生姜のね、偉大さにも気づく。エンジェさん、またその話すんのかいみたいな感じだけど、そう、もう大人になって美味しさが分かるものの筆頭じゃないですか、紅生姜。いいね、チーズ乗ってネギ玉乗った牛カルビですって、美味しいよね。エンジェさん、牛丼大好きでございますからね、紅生姜がいい味出してますね。ねえ、うどんの上の緑のネギが好きになりましたね。わかる、わかる。あと、あのお蕎麦、ざる蕎麦のさ、食べる時のさ、あのざるのつゆ、蕎麦つゆ、あれにね、ネギ山盛り入れたくなった、大人になると。紅生姜はハマったら抜け出せない、ほんとそうよね。さっきからわかることしかないって言われてますけれども、もう本当に大人になるとね、こうなるからね。今見てる学生の君たちも、大人になるとこうなるんだよ、君たちもね。いやー、わかるわ。いいな、お好み焼きとか焼きそばの紅生姜の美味しさが分かった時、衝撃だったもん、エンジェさん。紅生姜は年いってからありがたみがわかる、ほんとそうよ。味をリセットしてくれるあの大切さ、エンジェさんね、あと500年ぐらいしたらお寿司のガリの良さも分かりそうな気配がしてる。お寿司のガリ、海鮮丼に乗ってるガリを一かじり、一食のうちに一かじりするぐらいは耐性がついてきました。お寿司のガリもだん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 いける。お、初見さん来てくれてありがとう。天海第三病院へようこそいらっしゃいました。ノイノーイ、やほやほ、こんにちは。私、天使でナースなお姉さん、シェライのエンジェと申します。本日はね、皆様の応援のおかげで3000人、登録者様3000人を越しておりましたのでね、記念配信として皆様と同じ釜の飯を食う会という形でね、ネット上で同じ釜かっこ、あの広い意味でというやつをやっておりました。こちら右下にあるのがエンジェさんの目の前にある釜の飯です。左にあるのがね、リスナーさんたちの釜の飯です。いいじゃないですか、この釜の飯を見ながらね、大人になってから紅生姜のありがたみがわかるとか、そういう話をしておりました。いや、君もさ、わかる年が来るんだよ、いつかね。今は笑ってるかもしんないけどね、わかる年が来るんですよ。
さあさあさあ、次のエンジェルダイニング行ってみましょうか。なるほど、なるほど。おっとおっと。次のエンジェルダイニング、まさかまさかの、まさかまさかの、こちらどうぞ。でん、サイズ感。よいしょ、こうじゃ。ここをこう調整してこうじゃ。唐揚げくんとチョコケーキにドヤ顔が止まらないエンジェさんを添えてということで、エンジェルダイニングいいじゃないですか。唐揚げくん、しかもこれ2種類ありますね。いいじゃない。本日のドレスコードならぬドレスフードお肉という設定をしっかり踏襲した上でね、チョコレートケーキでケーキのお祝い感も出してくれてる。非常によろしいですね。なんか通知来てて草。え、通知来てる確かになんか通知来てて草。しかもエンジェさんの通知じゃない、これ。よく見たら、よく見たらエンジェさんの通知ですね、これね。つくね買った時唐揚げくんも悩んだ、ローソンつながりやね。有能クランケちゃんでございます。いいじゃない、いいじゃない。しっかりエンジェさんのお姿を見ながらね、召し上がっていただいてるということで、エンジェさんの通知が映ってしまいました。ちょっと匂わせやめて何の匂わせっていうね。確かに自分も他のクランケちゃんからのいいね通知が来てた。やっぱりさ、一体感がいいですね。こういう3000人記念配信なんてのは一体感とても良いですね。今初見で来てくれた君も、君もエンジェさんのこの釜のローストポークを、エンジェさんのお釜に入ってるこのローストポークとモンブランケーキを分けてあげるからね。ぜひぜひおいでおいで、こっちにおいで、あーんってしてあげるからさ。いいじゃないの。匂わせかっこレモンの香り、大人になって大切になってきますね。あーん、お水おいしい。右の唐揚げくんはとろーり濃厚チーズでとっても美味しいです。いいの？え、中にチーズ入ってんのかな？いいの？エンジェさん唐揚げくん好きなんよ。でもローソンってさ、唐揚げくんだけじゃなくて普通の唐揚げもあるよね。あっちも美味しくない？塩味と醤油味の普通の唐揚げもあるはずなんですよ、ローソン。あれも毎回悩んじゃうんだよね。両方好きです。今は唐揚げくんの気分だな。唐揚げくんのそれは中にチーズっぽいでしたね。お、ありますね。そうそうそう、チーズ唐揚げくん食べたいところでございます。さてさてさて、これにてエンジェルダイニングすべての写真を見終わりましたかね。ありがとうございます、ありがとうございます。おいしょ、これを、画像を初期状態にまだーす。いいじゃないですか。エンジェさんの釜の飯もうちょっと拡大しとく？こんぐらいか。もうちょっと、もうちょっとお肉の主張強くてもいい？いっか。いやー、内緒、内拍手でございます。わかる、コンビニのホットスナックつい買っちゃうよね。え、鶏皮包みチーズ絶対いいな。鶏皮でチーズ包んでるなんて、そんなの美味しくないはずがないんですよ。運動部男子がこぞって好きそうなメニュー食べたいですね。いやー、非常に非常に多くのクランケちゃんから皆様の食卓を共有していただいたハッシュタグでございました。本当にありがとう。エンジェルダイニング楽しいハッシュタグでございました。昼もハッシュポテトと唐揚げ買っちゃうね。わんぱくかいいですね。さあさあさあ、本日3000人記念、君と同じ釜の飯かっこ広い意味でを食べる会、皆様楽しんでいただけましたでしょうか。エンジェさんもね、非常に楽しかったです。非常に楽しかった。これだけね、たくさんの方と一緒に3000人を祝うことができたのも、今ね、今ね、エンジェさんが楽しく活動を続けられてるのも、次何の動画出そうかな、何の配信しようかなって毎日ワクワクが止まらないのも、今こうやってライブで見に来てくれてる君、ロムで見てる君、アーカイブを大切に見てくれてる君、みんなのおかげです。本当にありがとうございます。改めて3000達成おめでとうございました。本当にありがとう。改めておめでとう、ありがとうね。みんな、皆様からの愛を一身に受けて、白井のエンゼ、君の万能薬のような、君の毎日を彩る、君の毎日に欠かせないエンジェがいれば、なんだか明日頑張ってやってもいいかなって気持ちになれるみたいなさ、
そんな万能薬のような VTuber を目指して天使でナースなお姉さん白井のエンジェ、これからも頑張っていきますから、ついてきてくれたら嬉しいです。みんなね、同じご飯を、同じ釜の飯を一緒に食べて、心機一転決意も新たにしたことで、次の目標チャンネル登録5000人まで一緒に頑張っていきましょうね。君たちの応援がなきゃいけないんだよ。一緒に頑張ってくれたら嬉しいです。そしてナイスパー、うるいくんナイスパー、これからも美味しいご飯いっぱい食べましょうね。本当におめでとうございます。ありがとう、やったねやったねやったー。いやー、こんだけご飯美味しいのってみんなが応援してくれてるからだよ。本当に一人ぼっちじゃこんな美味しいご飯食べれないからね。ありがとう、これからもついてきてね、うるいくん。そしてストロンガーくんからナイスパーいただいてます。ありがとう、うん、ありがとねー。さあさあさあ、おいしくおいしくご飯食べましたね。食べれますかね、食べれてますかね。ストロンガーくんが見せてくれたのは確か肉寿司だったよね。さあ、その肉寿司エンジェさんのお口に放り込む権利を君にあげよう。はー上から目線ですが、ありがとう。すぐに4000人、5000人、1万人の記念配信ですよ。よっしゃ、確信を得てくれてます。その確信を、確信であり続けさせるために、エンジェさんはこれからも手を抜かず、全力で活動しておきますので、行きますので、頑張りますから、ついてきてくれたら嬉しいです。ありがとね。この調子だと半年足らずで5000人いてそう。行きたい。当初は2024年の年末までに5000人行きたいねって話だったんですけど、できれば今年の末もしくは来年の末までには1万行きたいです。みんなの力を貸してください。よろしくお願いします。そしてそして、ゆうくん、メンバー2ヶ月本当にありがとう。エンジェさんの後を頑張ってついていきますということで、君がついてきてくれてるかちゃんと後ろチラチラしながら確認してからね、エンジェね。こうやってこうやって薄めでちゃんと確認しとくわね。ぜひぜひ手を抜かずに君も全力でついてきてくれたら嬉しいです。絶対楽しませてみせるからね。今日も元気で飯がうまいってな、ありがとう焼き鳥うまい、よしよしよし。鶏皮はエンジェさんね、タレ派。鶏ももはエンジェさんね、塩派どうしよう、明日5000人になったら。そんなの嬉しいよ、そんなこと、そんなの嬉しいよ、明日5000人になったら。いや、君もね、最初から最後までずっといてくれてたんだね。めっちゃ嬉しいよ、待機してくれてたん気づいてたかんね。ありがとう。羽は伸ばしてもらって、できればその際の吐息を配信に。エッチなこと言う君には聞かせてあげない。ベーベーバーカバーカちょっと調子に乗りすぎました。許してくれるって思うと甘えすぎちゃってダメだね、ごめんね。ウインク助かってくれてます、ありがとう。タレ塩どっちも食べてる。エンジェも正直どっちも好き。さてさてさて、改めまして、縁も竹縄ではございますが、本日ここらで配信を締めさせていただきたいと思います。その願望もいつか叶えたいねそれでは天界第三病院からお見送り。おいしいご飯食べさせてくれてありがとう。5000人で食べるご飯はもっとおいしいんだろうなー、ということで天界第三病院からお見送り。お大事になさってくださいね。またね、バイバーイ。今日まで支えてくれたみんな、これからも支えてくれるみんな、今出会ってくれた君、これからもよろしくね。またね、またね、お大事に、バイバーイ、ありがとう。